こんにちは、土の花です。さあ今回はね、台東のオンラインクレーなんですけど、今までね1日1回無料で たこ焼きキャッチャーでねゲットできるまでチャレンジってやってたんですけど、すべての景品において、たこ焼きキャッチャーがなくなりましたまさかのたこ焼きが消滅しましたね。ここに、下、下段に書いてあるんですけど、直置き、橋渡し、直置き、ぬいぐるみも、今までね、ぬいぐるみだけたこ焼きキャッチャー残ってたんですけど、すべてたこ焼きキャッチャーが廃止されてしまいました。一日一回たこ焼きチャレンジはもうできなくなっちゃったんだな。そんなにたこ焼きばっかりする人が多かったんですかね。で、今回はね、ちょっと取れそうな台ないかなって巡回してる時に面白い台に当たったので、それをね、紹介していこうかなと思います。いや、ちょっとね何これ、まさかのクレーンゲームが壊れてんだけど。ちょ、僕も予約しよう。あった。まさかの壊れてる。面白すぎでしょ、動き。これひどくない？シュールすぎるんだけど。これで狙うのむずいよね。でもこれ景品自体はもうどこを狙ったらいいかわかんない。でも結構押せそうなんだよな。僕やってみます。何か間違って落ちないかな、 UFO キャッチャーが。よし、来た。やります。さあ、ちょっともう暴れるぜ。思いっきりブラつかせて、50秒しかないからね。ちょっと待てよ。思いっきりブラつかせてからの、ブラつかせてからのキャッチ！いけどこやってどこや、あ、いけ、当たれ。くそー、惜しいぜちょっと見てみよう。いや、今の惜しかったよなどうだくそー、これ取れたら美味しいのに。わざと振ってね、力を込めてやる作戦だったんだけど、僕はちょっと失敗しちゃいましたね。最後当たったんだけど、これ結構ね、もうギリギリラインに来てるので、ちょっと落ちる寸前ではありそうなんだけどまさかこれネットキャッチャーで壊れるなんてあるんだねブンブン振り回してるじゃねえか。いけ、もう応援しちゃう。あ、惜しいねもう動きが笑えすぎるんだけど。あ、悪くないね、位置的には。そこで開いて悪くないんじゃない。あの角がリングに当たってるもんね。おっと、移動せんやっぱりブルンブル振り回す作戦か。いけ、むしろどんだけカッチリハマってんだよこれいや、ちょっとこれ撮るまで見てるのはさすがに厳しいので。いやー、なかなか面白い台に当たりましたね。でもなかなかこれ難しい。ちょっと無料プレイが来てる期間はもうたこ焼きもね廃止されちゃってるので、なかなかね厳しいかもしれません。ちょっと映像が固まっちゃったな。あー、メンテナンス入りましたね。これで治るんでしょう。くそー、撮りたかったぜ、壊れてる時に。ということで、なかなかね、面白い映像が撮れたんじゃないでしょうか。よかったら、また次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。